おはようございまーす。リタと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、棚とか買いました。まあ、これもしかしたら動画にしてるかもしれない、してないかもしれないんで。イエーイ俺は違うぜ言っときますけど、収納棚とか、ラックをまた再び買いました。あのね、僕ね、こういうの買うのがあんまり好きくなくって、いや、実際これ買わされたに近いんですけど、この前親が来た時にね、収納するためとか置くためにちゃんとそういうの買えと。こういうのあんまり好きくないんですよ。なんでかっていうとですね、わざわざ棚に片付けないからです。もうバッて言うとそのうちいきなり場面転換バッて入るやん、もうこのじゃん。イエーイ俺は違うぜ。今回使っていくのはですね、ゴールデンゴーレム、ジャミー、悪魔神官というわけでね、山ダンジョン悪魔呪文チームという30愛称から参りました。恐ろしいな、その30愛称ってだけ強いよ。 30! 個人的にはモンスターマスターで、もちろんね、ハイスペックなナイトイッチやダストラゴンとかね、そういうハイスペックなグッドスタッフ構成っていうのもね、魅力感じですよ、相性無視のね。いやでも僕はどっちかというと、なんか相性は入れたいってなるんですよ。はい、というわけで今回はね、山ダンジョンかつ呪文かつ悪魔というね、30愛称が発動するのはこの3体しかいませんでした、おそらく。はい、なのでね、今回はこの3体でやっていこうと。ギャー開始早々痛恨の時期を浴びました。というわけでモンスターマスター、いざ勇敢。さあ悪魔神官いけ、ゆい頑張れ、お前の賢さ見せてやれ。ほい、おお、いいぞ。マスターバスキャンしてるからね、ジャミー、いやみんなマスターバスキャンしてんね、うん、今回は。はい、今回みんなマスターブースターしてるんでね、その力を大存分振るっていただきたいところ。51 さあゴールデンゴーレム、風には強い模様。今回皆さん大好きゴールデンゴーレムが来ました。いきます。来たぜゴールデンゴーレム、いけよ、ほらいけよ、ほら。おさあ来たぞゴールデンゴーレム。さあ、あ、そして安定のジャミーね、いろいろ揃ってんね、超優秀 DLC ジャミーがいったローデオクラッシュ最後、あーよいしょ、いいねー。さあ、というわけでね、皆さん大好きゴールデンゴーレム、そしてね、DLC のね、みんな大好きジャミ、そしてね、あの、まあ、皆さん一度は使ったことがある悪魔神官という感じですね。はい。まあ、ゴールデンゴーレムに関してはみんなステータスがさ、規格外だったわけですよ。ナイトレッジしかり、こいつしかり、規格外なんですよ。カードの数値だけ見れば。はい。その数値だけで言うと48。規格外な彼がやってくれるのではないかと。もちろんね、分かってると思いますけど、シャープ280いくつですか今。ゴールデンゴールのことなんて押して知るべしですよ。知ってんですけど。まあ一匹一匹ね、まあ紹介しててもいいかもしれないですね。特にゴールデンゴールに関しては長所も短所もはっきりしすぎてるんで。まあ短所があまりない超攻撃型優秀モンスターと、で、ベギラマの火力そのものは本物かなと思ったら、意外と賢さのあれに出ないのと、長所短所がはっきりしすぎてるやつです。さあ、ロデオグラジがとにかくね、強いんですよ。本来、ジャミの強さはね、まあ、魔法使いと組ませることでそれを発揮するのではないかって感じですね。本来は、ジャミは魔法使いと組むと、メラミっていう技を使えて、ロデオグラジとメラミという強力な2つの技、2つも単体技でジャミも賢いんでね、もう、攻守、どっちも隙がないです。打撃対戦もあるし、回避率もありますからね。で、悪魔神官はですね、ベギラマ162から打てるんですけど、なんでしょうかね、思ったより弱いんですよ。なんか思ったより弱い。思ったより弱いんですよ。今これマスターバスキャンしてるんですよ、私。ちなみにこれ。はい。でも、なんか思ったより出ない。262の賢さとは思えないダメージが出ます。ある意味これは大魔導と似てますね。大魔導の150のギラもうあんまり出ないんですよ。まあ、それとなんか似てる感じですね。そして、来ました超ショット短所がはっきりしているゴールデンゴーレム。どっちもダメか。ゴールデンゴーレムは、赤技、青技とも、オフェンス面は最大のポテンシャルを超えます。すごくないですか。お、いいねー悪魔神官。オフェンス面では最強スペックです。押し目力はどっちも全体攻撃であること。はい。そしてもう一つ、重大な短所があります。今回はマスターダブルスキャンのおかげで悪魔神官にしか行ってないんですけど、基本的に悪魔神官に行くよねってか、そもそも。今回はゴールデンゴルムってぶっちゃけ避けるモンスターでも何でもないんですよ。で、メジャーな属性に弱いです。はい。メジャーな、対戦でメジャーだった属性に弱いせいで、まあどちらかといえばあまり目立たないというか、まあ使いづらいモンスターに分類します。使いづらいです。言っちゃえば。ローデオクラッシュ賢いね。ちゃんとそこ行くね。
はい。なので今回ね、ゴールデンゴーリムを救いたい一心で組みました、今回このチーム。ね。僕がこの動画に込めるメッセージっていうのはね、どんなモンスター、ゴールデンゴーリムどっちかと言ったら、そのクロートとか、大会ではもっと使いやすいモンスターを望むわけですけどね。まあそんな中でね、ゴールデンゴーリムを救ってあげたいなと。はじめ800分の1でさ、出たみんなを騒然としてさ、絶対途中じゃん、勝勢がコールするのか、これ刺したんですよ。クソ雑魚なめくじって言われたんですよ。救ってあげたいよ。救ってやるよ、もうこっち聞いててつらかったよ。俺がね、こいつを勝利に持っていきたいと思いますよ、もう。見せてやるぜ、ジャミとかと一緒に。うわ、嫌な予感がします。悲しみで吹っ飛んでいくとかやめてよ。なんか毎回悲しみで吹っ飛ばされてんだよな。まあ、というわけでね、ナインのところからクソドラゴンの登場でございます。よろしくお願いします。太陽の。行くぜ、内股ズッキュン。内股ズッキュンじゃないの。内股ズッキュン、ラビエルのね、エロエロだろう。エロエロじゃねえ。なんだっけ、あいつの名前。もうラビエルがエロとしか言ってないからな、このチャンネル。というわけでですね、まあ、とりあえず開幕トロエンジ機器撃って、まあ、勇気貯めて、って感じです。ここ行くとね、悪魔進化ね、捨てないわ。まあ、基本的には打撃耐性が一番ついていない悪魔進化が狙われますかね。ちなみに、本来はゴールデンゴーレムも悪魔進化も同じぐらいの感じになります。ゴールデンゴーレムに関してはメジャーな属性に弱いってことで、ドラゴンもスキャンしてます。殿下の宝刀をスキャンしてる。殿下の宝刀をね、スキャンしました。はい。このメンツだと、たとえプラチナキングをスキャンしても、意味ないんですよね。どうせ狙われるのは悪魔神官ですしね。はい。その性質上ね、悪魔神官がいかにピロリをするか。まあ、回避率10、マスターのブスキャンが大半を占めてて15はあるはずなんで、そこで避けれるかどうかが大魔王戦の鍵になります。ただ、ゴールデンゴーレムに関しては、ドラゴンオーブを入れてるんですよっていうダメージになるかもしれないですね。なんかそんな気がします、僕は。ドラゴンオーブ入れてんのになんでこんなダメージ食らうのみたいな。行けよ、悪魔神官、行くぜ。シャークシャーじゃねえんだよ。光の玉使いましょう。これ違う、状態上。ほい。光の玉使って、あとはまあ適当に殴るだけ終わりですよ。オフェンス面はゴールデンゴーレムってマスターバーフェアしなくても十分強いんですよね。はい。さらに上げるかなと思ったんですけど、いや、多分ね、ドラゴンオーブスキャンしないと多分ね、だいぶボコボコされるんで。攻撃も減ったくれもないんで、このそのままだと。なんね、バルボロスがピロリする珍事発生。やめてくれ。まあでも大丈夫でしょ。適当にあとは殴ったら終わりよ。何してんの。ジャミ何してんの。おい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 、君たち。君たち、そんなドラゴンでピロリピロリじゃないんだよ。あ、やべえ。あ、これやばい。大丈夫か。おお、ジャミがピロリすんな。ジャミの回数高いからな。さあ、3人目。今までピロリピロリと待ってます。おい、315だもん、ほら。普通に強いんだよね。オフェンスは間違いない。なんだろうね、俺思うんだけど、多分、ギガンテスとかも、攻撃面めっちゃ強くて、神モンスターじゃん。そういう感じで考えてくればいいんだけど、多分ね、そうならなかった理由はいかに対戦環境だったかっていうのを、まあ、暗示させてんのかな。結局ギガンテスも対戦関係とはあまり見なかったじゃん。うん。だから、それでなぜ出なかったのかなって。多分まあ、実際のスペックとカードスペックでがっかりされたからかな。うん。ギガンテスと同じような扱いって言ったら、俺ゴレマルちょっと無理かな。確かに。あ、わかる。わかるぜ。よほどの事故がない限り勝てそうなやつが来ました。ヒャッフォー勝てるぞ。ヒャッフォーじゃねえんだよ。さあ、HP は5200。比較的、適当にやっても勝てそうな感じです。まあ、多分この調子だと、後で大魔王カードをスキャンするんだろうなっていう感じですね。はい。まあでも、さすがにここで負けんて、怪しい人目は、邪眼だったらね、もうゴールデンゴールがドカーンって吹っ飛んでるんだけどね。まあ、さすがにね、うん。ん？ん？ちょっと待って待って、ゴールデンゴーレムゴールデンゴーレム？え、あれドラゴンオーブスキャンしてるのに。どういうことやねん、ドラゴンオーブつけたやつが一番食らっとるっていうのどないなってんねや、このゲームは。ゴールデンゴーレム。もう先行き不安だぞ、お前。頼むぞ、お前。頼むぞ、おい。いけ、バキバ。
バギーマン確かに裏切らない強さはあるんだよな。バギーマン別にギズモに対してはめっちゃ強いしね。うん。そのスペックはあります。ただ、お前はこうやって暗黒に弱いことが弱点だわ。暗黒に弱いの？おー、悪魔進化やるじゃん。攻めます。攻めて勝ちです。というか、攻めて適当にポンポン当てて終わりですからね。だって。ここでペキペキやって終わりですよ。さあ、ゴールデンゴーレム、勇み足。いいね。バギーまで確定命中になっていくね。いいよ。それでいいんだよ。そう、さっきみたいにピロリピロリされるね。残りの二人みたいになっちゃダメだよ。いけいけ。やれ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 。まあ、でもさすがにこれは勝てるんだよな。ちょっと、君、違う。ダブルタック、オラじゃねえんだよ。まあ、言ったけど。サトルボーダーも言ったんだよね。もう、あと適当にここを飛ばして終わりですよ。大魔王が一番簡単に終わったわ。バルボロスが見せ場あったんじゃないの打天使の怒り。これ悪魔神官でしょ。ほら。あ、避けた。出るくるわ。ちょっと待って、悪魔神官今日頑張ってんな。いや、まあ。まあ、そりゃ勝てるよ。いや、でも悪魔神官がめちゃくちゃ頑張ってたね。さすがにちょっとエルギオスがあんまりもすぐ死んでたもんで。ま、ここから追加大魔王戦をやっていきたいと思います。まあ、せっかくね、ジャミとか悪魔神官いるんで、ちょっとね、原作に忠実にやっていこうかなと思うんですよ。はい。この BGM のがありますね。はい。ドラゴンクエストタクトルはね、超強化されてね、意外と普通に強いミルドラースの登場です。モンバトルは比較的弱い部類になります。さあ、原作崩壊になるか。いざ予感。さあ、さっきと違ってね、勇気はフラットから始まる関係もあって、普通に耐久力がね、試されてくるからね、ここから。火力も耐久力も必要なね、大魔王召喚カード。どうなんだろうね。ジャミと悪魔神官、ちょっと、てか、悪魔神官お前呼ばれる側だからね。ミルドランスの手下として呼ばれる、ね。で、ジャミなんてもう、はや、ジャミ、ちょっと水出すの歯がごるでしょ。おらいや、でも打撃通るね。いいよ、ジャミ。凶悪な部下たちだよ。反逆されてるもんね。さあ、本当に反逆なるかですよ。強さだけ言ってしまえばみんなね、ラスダンスペックを誇ってますからね、ゴールデンゴーレムだろうとね。さあ、一番まあ、甘さが好きなんじゃない、こいつは火力は。あー、いや、出るな。え、ドラゴンオーブだよ、好きなんじゃないの。普通に出るね。やばいやばい、結構出る。さあ、デステイル悪魔進化がジャミいた。あー、ジャミ食らうか。まあ、でも打撃対策からダメージは一番少ないんじゃないかな。麻痺もしてないなら大丈夫だ。オッケー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 。さあ、必要になってくるのは火力は大丈夫そうだね。白目に関しては、あー、イテハか。このイテハはまあ、ドルモンは食らわないなら OK かな。さっきのエルギオスのダメージ見るに暗黒にちょっとやばいね。ゴールデンゴーレムマスターのバスケアしてたのにドラゴンオーブをそれであんだけ食らったらとんでもないことになってます。つまりつまりこいつの暗黒体制はやばいことになってます。ナイトリッチに粉砕される未来がしか見えねえ。火力は足りてる、大丈夫だ。まあ、最悪5ターン目まで耐えればいいだけだからね。打点はもう十分足りました。ただ、さっき凍てつカードをされた関係上3ターン目に光の玉じゃ足りない気がする。なんで確実に耐えに行こうかな。うん、3ターン目は特技のみです。その関係上、カツルマントで確実に防げるんでゆっくり行きましょう。5ターン目まで耐えればいいんで、こいつの場合は。カズレマンとして安排取っていきましょう。まあ、意外と盾あるね。で、ゴールデンゴーレムって火力の方に振らなくてもちゃんと耐えるんだね。そうそうそう、まずはここ防いでね。あと4号のね、タクを耐えるだけなんで、よほどのことがない限りあと2ターンあれば足りると思います。まあ、ちなみにバギマに関してはですね、こいつの風に強いんでダメです。さすがに無理があります。さあ、ほらね。まあ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 、確実に勇気を貯めると考えれば間違いではない。さあ、そしてね、何故か出る頃はね、突進し始めます。いくぞや。何してんだおめえ。何してんだおめえは。いいんだよ、ダブルアタックなんかで会心出さなくて。なあ、もうお前たちはもう全員反逆の意思を見せよってよ。確実に勇気貯めようか。普通に行けば4ターン目たまるんですけど、まあ、凍てつく波動されたら、たまんなくなっちゃうかなっていうぐらいですね。洗礼。あー、みんな打撃あれだね。ジャミだけやばいね。
ここで打撃ダメージ見れる。うん。ジャミとゴールデンゴリムが同じぐらいの打撃耐性です。ちなみにゴールデンゴリムはドラゴンボールのそんなの主張してなんでちょっとやめて、ゴールデンゴリム。お前ギガンテス使ってる感覚だわ、本当に。本当になんかね、ギガンテス使ってる感覚だな。うん。なんかステータスの詐称がすごい。ステータス詐称がすごい。攻撃面に関してはそのね、スペック通りなんだけどね。あまりの体勢がギガンテスと似てるわ。まあいいんじゃないですか、それもまた。うん。あ、でもこれワンチャン普通にいけるな、赤目まで。うん。ミルドラッチちょっと悲しいだろうね。悲しいなー悲しいなー。なんでだよ。全然関係ないじゃん。もういよいよ全然関係なくなりました。ドルマギス登場、そしてラプソン。同じね、あのね、ドラゴンクエストの原作では弱かったデブとしてね、復讐を果たします。いきます、ドラダン。なんでだよ。同じ原作弱かった者同士、仲良くしようぜ。なんで上から来るぞ、気をつけろ。まあまあまあ、白目のミルドは比較的楽な方です。5ターン目にいてはもないしね。本題はここからです。赤目ミルドに勝てるかどうか。さあ、来ましたよ、赤目ミルド。こいつの難点はですね、凍てつく波動が来ることです。それが一番の負け筋です。2回攻撃を持たないミルドラースなんで、火力面に関しては、大魔王たちの中では、まあ平均より下レベルです。ただしですよ、それでも攻撃は強化されてるんで、生半可なパーティーは叩き潰される可能性はあります。まあゲマも叩き潰されてますからね。早速来たか、これだよな。まあ負け筋である眠りはなくなったからね、毒はあるけど。さあまずは削り大事。さあちょっとね、打撃が投資づらいになりました。で灼熱に強いんですよ、ミルド。さっきみたいにビギラマ通らない可能性が高いんですけど、ダブルアタックよりはマシでしょう。だね、ダブルアタック200ぐらいしか通んなかったからさ。さすがにビギラマの方が出るね。うん。さあ、ちょっとジャミいいとこ見せてこう。ちょっと悪魔進化が今日張り切ってるからね。ちょっとジャミもいいとこ見せてこう。なるほど。まあまあまあ、十分。しっかり当てれば大丈夫だよ。さあ、攻撃がやばいな、こいつ。正直悪魔神官とか耐久ペラペラなんですよ、ぶっちゃけ言ったら。はい。その戦術上ね、食らうとやばいんだよな。唯一体制補強してないのは悪魔神官だからね。ゴールデンゴーレムは強引に体制補強したけど、洗礼やばいの。ちょっと誰かワンピロリしてくんねえかな、ジャミか悪魔神官。うわー、食らった、やべえ。うわー、やべえよ、ちょっと。悪魔神官355超え。悪魔神官やべえよ、お前。いやー、これね、何がきついかって言いますと、ミルドラースっていうのは、4ターン目と5ターン目に凍てつく波動があるんですよ。もうきついですよ、それって。4コール凍てつく波動はちょっとね、ひどすぎますね。はい。高校凍てつくも連打されて負けました、バイバイみたいな。まあ、ゴールデンゴーレムと悪魔神官はそんな早い部類、ミルドラースの素早さはそんなに、あー、でもミルドラース遅いな。うん。遅いわ。だから、正直、まあ、素早さの争いになるかな。高校凍てつくされまくったら負けるからね、言っちゃえばね。あ、ミルドラースはもしかしたら、削り切れるもかもしんないから、こういうのって。そっちの方がいいかもね。いや、でも削り切るの無理だろうな、こいつらじゃ。さあ、打点に関しては問題ないんですけど、こっからが問題ですね。3ターン目に関しては普通に攻撃していきます。いや、雷撃弾やばいな。大丈夫か？え、大丈夫これ。ピロリ、うわぁ、ジャミお前ピロったか。まだまだまだいけるね。1000あれば一発耐えられると思うよ。うん、まだ1000あったらそれは死なないでしょ、さすがに。さあ、こっから凍てつく波動があるかもしれない。攻撃で死ななければ大丈夫。いや、塩梅で賢者の人が使ったのよかったか。さあ、トルメモーダー行きました。ここから凍てつく波動を高校で引くと厳しくなってくるね。また毒域、このターンの毒域で死ぬことはないと思うけどな。あ、これで死ななければ勝ちです。あ、待って、毒で死ぬか。いや、さすがに、毒の技だよ。うわぁ、うわぁ、うわぁ、耐えた、耐えた、106で耐えた。よかった。ギリギリやんけ。ギリギリやんけ。
あと一体食らってたら負けてたやんけSP でも使用してなくて勝ったんだね。さあ、いざか腹心逆襲よく勝てたな猛毒もう一体引いてたら終わってたぞ宿警察票マヒアデロスよく勝てたな、危なかった。ちょっと SP 選択ミスだったけど、それでも勝てるんだな。ああ、ゴールデンゴーレムに今勝利のね、瞬間が見えました。ゴールデンゴーレム持ってるよ。これが勝利の味か。よかったね、ゴールデンゴーレム。頑張ったね、悪魔神官。